心理学における投影とは、自己のとある衝動や資質を認めたくないとき、自分自身を守るためそれを認める代わりに、他の人間に、その悪い面を押し付けてしまうような心の働きを言う。例えば、私は彼を憎んでいるは彼は私を憎んでいるに置き換わる。その一つに、責任転嫁があり、例えば習慣的に失礼な振る舞いをしている人はいつも、 他者を失礼な人だと言って回っているケースがある。一般的には悪い面を強調することが多いが良い投影も存在する。投影は日常生活においてよく起こっている。例えばなんとなく嫌いだった人物が実は自分の否定的な認めたくない面を体現していたなどである。またこの概念はパーソナリティ障害の治療において医者に向けられる一りとして 専門的に語られることもある。統合失調症における迫害妄想との関連も語られている。ユング心理学では、原型の一つ影とも関連し、否定するのではなく、それを自分の一面として認識し受容することで、もっと大きな大いなる自己、自己実現へと成長するきっかけとして活かすことができるという。東映は、普通の人においては、 個人的、政治的な危機に遭遇した時に起こりうる。自己愛性パーソナリティ障害や境界性人格障害では、より一般的に見られる。鏡に映る自分、ありがとうございます。